公式もしかしてやらかした？はい、どうもニヤニーです。本日は仮面ライダーガブの方のニヤニーのワットをやっていきたいと思います。今週の動画もね、たくさん見ていただきまして、そしてなおかつたくさんコメントいただきましてありがとうございます。やっぱりね、第1話ということで、まあ結構ね、最近では一番多い動画の再生数となりましたので、このねガブの注目度に負けないように、このチャンネルもね、仮面ライダーガブの考察を盛り上げていけたらなというふうに思っております。ということでですね、このニヤニーのワットのコーナーでは最新話の考察に寄せられましたコメントから何個かピックアップして、みんなと一緒にね、ああだこうだ言いながら楽しんでいけたらなというふうに思っております。今日もですね、何個かピックアップさせていただいているんですが、ちょっとね今回はその前にですね、新たに分かった情報もあるので、ちょっとそのお話をしてからコメントのね紹介をしていこうかなと思います。まずはですね、これね、前回の放送の時点ではもう分かってたんですけれども、僕がちょっと気づいていなかったっていうのがね一個だけあって、それがこのエンドロールなんですよね。皆さんこれ、ね、エンドロール最後までしっかり見てましたでしょうか。まあ最後と言わずに、このエンドロールの一発目なんですけれども、本当にね、1回目、2回目、3回ぐらい見たんですけれども、ここの文字っていうのはやっぱりちょっと見てなかったんですよね。これね、皆さん注目して見ていただくと、ここなんですよね。仮面ライダーガブ、ショーマストマックという風に書かれておりまして、まさかの、ショーマがストマック家の一員だということが、ここで判明してしまったわけなんですよね。仮面ライダーストアでのですね、グッズでは井上翔馬という風なネタバレもあったようなんですけれども、なんとこれ本編の方では、翔馬ストマックという形でですね、これ皆さんどう思います？単なるミスなのか、別にこれは狙いとしてやっていることなのかで考えると、僕はどうしてもこれね、ちょっとね、ミスにしか思えないんですよね。これはですね、第2話でおそらく流れるであろうオープニングの中でのこのね、クレジットにどう表記されるのかが重要になってくるとは思うんですけれども、これでもしね、第2話のオープニングで流れるのがもうショーマだけに戻っているのであれば、今回のこのね、ショーマストマックという表記はミスなんじゃないかなとも思えるわけなんですよね。まあでもこれね、撮影時期がなんか3月ぐらいからもう撮影をしていたっていうのをちょっと小耳に挟んだわけなんですけれども、ということは今現在9月ということなので、もうすでに半年間も撮影が行われているわけなんですよね。なので今現段階で編集を進めているのが、まあ10話前後ぐらいの編集をね、まあ、編集マンたちがやってるんじゃないかなとも思えるんですよね。でこういうエンドロールというのが本当にこのね、編集段階の最後の最後に入れるんであれば、まあ5話からまあ6、7、8話ぐらいの編集中にこういったエンドロールを入れてって、まあその5話とか6話、7話、8話あたりではですね、このショーマストマックというのがね、もう定番化してしまっているのであれば、まあケアレスミスで起こってしまいがちなミスなのではないんじゃないかなと思ったりもするので、これはちょっとね、東映側のミスっぽくも感じます。まあここで別にね、フルネームを明かす必要もないですし、まあ今ね、僕たちもそうなんですけれども、ストマック家とショーマってどういう関係があるんやろ、もしかすると5兄弟ではなくて6兄弟なんじゃないかなみたいな話をしてたりするので、やっぱりこう視聴者も翔馬とは何なのか、どんな人間というかグラニュートンなのかというのがね、盛り上がっている中でここでわざわざネタバレしてくるというのがめちゃくちゃ謎でもあるので、まあこれはぜひね、何かの間違いであってほしいなというふうに思ったりもするんですけれども、まあこれが例えば本番に全然東映的には全然翔馬ストマックってこの時点でバレてもいいよっていうねパターンなのであれば、逆にこれ今後の展開めちゃくちゃ楽しみですよね。まあ例えば仮面ライダーダブルで言えば、フィリップの本名って、まあ園崎ライトでしたっけっていうのがですね、こう最後の最後で分かって、まさかの園崎家だったんやみたいなって、驚きはあったと思うんですけれども、仮面ライダーガブというと、それぐらいの衝撃なものになるんじゃないかなとも思ってたので、これが第1話の時点で、しかも本編内で触れられることなく、このショーマストマックというのがね、判明したので、これが東映の狙いなのであれば、それ以上に驚きの展開がもう隠されているっていうふうに、ね、なるので、まあ考察の違いがあるなというふうに思うんで、これ例えばどっちに転んだとしても、やっぱりこのね、考察好きの僕たちからすると、この事故になるのかちょっとわかんないですけど、この大事件は、むしろめちゃくちゃ面白い餌を与えられたという感じにもね、とってもいいんじゃないかなとも思うんで、まあ、この今後の展開にちょっと注目したいのと、やっぱり第2話のオープニングでどういうクレジット表記になっているのかもちょっとね、注目しておきましょう。
ちょっとね、これね、喋りたかったのがここまでで、ここから、皆さんのね、コメントを何個かピックアップしてお話ししていこうかなと思います。まずは、さくらもりこさんからのコメントです。ちょっと違いますが、東京グールの金木を思い出しました。あちらは結局は人間を食べてはいますが、本来のグールとは違って、人を襲って食べるのではなく、事故なのでか亡くなった人を食料にしていました。ショーマが人間とグラニューとのハーフならグールの臓器を移植されて半グールになってしまった金木にちょっと近い気もしました。グラニュートにも今後人間由来のお菓子を食べたくないというタイプが出てきたりするかもしれませんね。追加ライダーとして、はい、出ました。ニヤニー大好きな他作品オマージュ考察の一つですよね。まあ、東京グール僕ね、実写映画は見たことあるんですけれども、アニメと漫画の方はちょっと見たことがなくて、本当にね、この東京グールに関してはかなりこうにわかと言える状態でもないのでわからないんですけれども、今後ね、ショーマ以外にもこうね、グラニュートの中でこう人間は食べたくないっていう風なね、やつも出てきてもいいかもしれないですよね。まあ結構いろんな作品でもそうなんですけれども、怪人の、まあちょっと言い方悪く言うと怪人のくせにいいやつもいるじゃないですか。まあブンブンジャーの方で言えば化石車とかもそうでしたよね。で、まあ僕結構印象に残ってるのは仮面ライダーゴーストに出てきた画材ガンマとかもね、いいやつでしたよね。まあでもこれはね、あの今2つ挙げた2つはまあ雑魚キャラというか、幹部でもないようなキャラクターでもそういういいやつもいたりして、で、まあ敵幹部でも、まあ前作のガッチャードで言えば、まあラキシスとかもそうじゃないですか。正義側に寝返ったりとか、リバイスで言えばアギレラみたいな存在もいたわけなので、まあそんな感じで、まあストマック家のね、誰かがこっち側に寝返って、実は人間なんて食べたくなかったんだ、みたいなやつが出てきて、追加のね、ライダーとして扱われるっていうのもね、全然あるかもしれないですよね。となればちょっと気になるのが、まあ、今のところ人間っぽいグラニュートでも何でもなさそうな2号ライダーになるカラキダハントですよね。こいつはなぜ2号ライダーの仮面ライダーバレンになるのかっていうのめちゃくちゃ気になりますよね。このショーマが本当にこのね、ストマック家の一員なのであればですね、この変身できた経緯であったりとか、まあ、戦う意味とかも分かってくるんですけれども、このカラキダハントが、まあ、どういう風な経緯で変身するのか、そしてなぜ変身ができるのか、そしてなぜご地蔵を扱えるのかとかもね、結構謎にはなってくるんじゃないかなとも思うので、今後の展開をね、楽しみにしたいと思います。第2話はサチカ初登場で、まあ、あとはですね、ストマックの兄弟たちもね、あのゾロゾロと出てきてたので、まあ、その2組の紹介になってくるんかなというふうに思うので、この仮面ライダーバレンというのは3話以降の登場になると思うんで、登場ね、楽しみにしましょう。はい、ではね、次のコメントいきましょう。天津ガイツさんからのコメントです。ストマック家、井上、ネーミングが良すぎですよね。ショーマの母親とランゴが年齢が近そうなので、6兄弟だとしてもショーマだけはイボ兄弟なのではと思います。もしくはランゴたちのいとことか、もしくはあの双子以外は全員イボ兄弟なのかなと、羊羹のような金唾のような闇菓子は今後形を変えてくるのかも楽しみ。そして今回ヒットしたのは、ショーマを最初に見つけた少年の名前が広いはじめ、これからどんな人間に拾われていくのか、ショーマの旅も楽しみです。いや、面白いコメントありがとうございます。で、まあね、あのコメントも面白いんですけれども、ここでちょっと出てきた羊羹あるじゃないですか。僕もあれね、本編見た時羊羹だと思ったんですけれども、このあのハウンド役をされておりました片桐仁さんの、X を見てみると、あれが一体何だったのかというかね、分かったわけなんですよね。あれ羊羹ではなくて硬いグミなんですよね。しかも仮面ライダーダブルに出演されていた時のこのコックロチドーパントの時と同じメガネを今回かけてたそうなんですよね。これあの本編見た時に気づいた方っていらっしゃるんでしょうか。もしいたらコメントで教えてください。で、気になったのがこれね、あの羊羹ではなくて硬いグミだった。これね、今後面白い展開になってくるんじゃないかなというのがちょっと一つあってですね、グミの中でもいろんな種類のグミってあるじゃないですか。まあソフトグミ、まあこのね、ショーマが食べてるグミっていうのがなんとなくですけれども、ソフトグミを指してるんじゃないかなというふうに思いますし、その上にはハードグミがあったりとか、まあ超ハードグミみたいなのもあるじゃないですか。なので今後おそらくそういった種類のグミも出てくるんじゃないかなとも思ったりもするので、硬ければ硬いほど悪に近いということで、ショーマが今後ハードグミを食べた時に出てくるご地蔵がもしかすると暴走フォームとかにつながってくるんじゃないかなとも
思うんですよね。いやこれね、グミだけでも結構広がっていくストーリーなのかなというふうに感じたんで、この仮面ライダーガブめちゃくちゃ面白いと思います。ということで今日はね、もう10分経ってしまったので、今日はこの辺で終わっておこうかなと思います。いや本当にね、この仮面ライダーガブ今のところ僕はめちゃくちゃ面白いなっても感じてますし、まあ、ご地蔵であったりがすごくミニオンっぽくて可愛いなというふうに思ったりもするので、まあ、今後の展開次第では、まあ、神作品とかにもなり得るんじゃないかなと期待しつつ、今後のストーリーをね楽しんでいけたらなと思います。ということで今日はね、この辺で終わっておきましょう。また次の動画でお会いいたしましょう。ほな。チャンネル登録と高評価をするマフ。これからはマフンとずっと一緒マフ。もうニヤニヤチャンネルから逃がさないマフ。ぎゅっ。